自分より先に友人が子供を産んだ時、素直におめでとうという言葉は出てきません。ああ、またか、どうして私には子供がいないんだろうと悲しくなります。おめでとうが言えない自分にまた落ち込みます。この気持ちをどう整理したら良いのでしょうか。まあこれは仏教的には苦楽表裏、そして損得表裏という教えがあって、まあ要するに喜びの裏に苦しみがある、そして得ることの裏側には失うことがあるということです。で、子供を授かるということは素晴らしいことですが、しかし同時に授かれば授かったでできないこと、これがあると思うわけです。また逆に言えば、子供がいないことによってできること、これがあると思うんですね。だから何か得れば何か失い、何か失えば何か得られるという苦楽、損得、表裏という考え方で、子供がまだいないがゆえにできること、これいろいろ探してみたらどうでしょうか。そういった自分の条件ですね、そこの中に埋もれている喜びっていうのを見るってことが重要なんじゃないかなと思います。逆に言うと、他人の庭はよく見えるということで、簡単に言うと他人の庭ばっかり見ててですね、自分の庭の地面の下にある豊かな恵みの種というのを見ることができないのが人間で、まあ具体的な例を言えば、子供、これがいない分だけ、その多くの他人の子供、これを助けるような慈善活動ができるとか、まあ会社仕事による、まあ社会貢献ができるとか、まあそういった別の形でのですね、自分の生かし方っていうのがあると思うんで、そこに意識を向けて、まあ絶えず物事を平等に見るっていうんですかね、何かを得れば失うものがあり、何かを得てなければ得てるもの、得る、ね、何かを持っていなければ逆にその得られるものがあるという考え方です。